日本のサービス業の中小企業の生産性を上げること、うん、この市場を解決することができれば大きなインパクトを与えることができる、まあ、プロとあの依頼者を結ぶサービス、はい、そういうことですよね。そう、はいはい、ぜひともお願いしますと言いたくなるようなあのマッチングの体験を提供したくて、うん、これでもね C2C とかスモール B2C ってやってるとどうしてもこうお願いしたクオリティに達してないとかこうミスマッチって起きがちかなと思うんですけど、そういうのを解消するための何かこう方策とかってあるんですか。各業界のプロに話を伺い知識をアップデートする仕事ラボ、今回は C2C サービスのユーザーの伸ばし方について皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。そこで今回の講師は株式会社ぜひとも会長のジョーダン・フィッシャーさんです。ジョーダンさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、あの C2C サービスの伸ばし方、ユーザーの伸ばし方っていうテーマでお話を聞いていこうと思うんですけど、はい、これやられてるぜひともっていうのは、まあ、必ずしも C2C っていうことでもないんですかね。そうですね、うん、弊社の定義としては、まあ、スモール B2C の方が近いかなと思いまして、うん、私は、まあ、600以上の職種のプロ、はい、登録いただいてるんですけど、うん、あのもちろん個人事業主さんもいるとしたら、うん、フリーランスの方もいるんですけど、大半はやっぱり会社、うん、法人としてやってる、まあ、1人から10人ぐらいの推奨規模、うん、あのスモールのビジネスのがメインなので、うん、まあ、スモール B2C の方がちょっと聞き慣れないかもしれないですけど、はい、ジョーダンさん自身はこのぜひともというサービスを作られたということですけど、はい、あのまずジョーダンさんの自己紹介とあのぜひともってどんなサービスなのかをちょっと教えていただいてもいいですか。あ、はい、もちろんです、うん。まあ、こう見えてあの外人で、あの生まれ育ちはアメリカのニューヨークで、はい、うん、大学はカリフォルニアに行ってコンピューターサイエンスを専攻しました。で、コンピューターサイエンスを専攻しながら、まあ、結構日本も好きになって、はい、日本でもインターンする企画系、も作って、はい、日本に行っていい体験をして、やっぱり卒業したら日本で挑戦したいなと思って、友達みんなカリフォルニアでコンピューターサイエンスで言うと、はい、うん、まあ、Google とか Amazon とか、はい、あの Facebook とかの時代だったんですけど、私だけちょっと変わってて、はい、日本に来て、しかもあの金融、業界に、入りました。へ、2008年、まあ、やっぱり自分として、慣れてない環境に、うん、違う業界、どれぐらい自分が挑戦できるのかというところは、うん、いろんな観点ですごい、まあ、第一希望みたいな気持ちで、日本に来れて、いろいろ挑戦することができましたね。日本にこう興味を持ったきっかけって何だったんですか。僕は結構、うん、あのゲームが大好きだったんですね、うん、で、まあ、ちょっとオタクな、ところで、高校生の自分のイメージとしては、まあ、徹夜で自分が作ったパソコンの中に、うん、はい、自分が開発したゲームの中に自分と戦う敵のアルゴリズムを書いてるんですね。当時まあ、今 AI っていうのはすごいバズワードになってるんですけど、うん、当時 AI の一番活かせる環境っていうところが、うん、ゲームの中だったんですよ、はい、ゲームのアルゴリズムを書いたりっていうところが一番使える場所だったので、うん、僕としては、いや、大人になったら次の時代のゲームの AI の開発したいなと思ってて、まあ、それが当時、市場一番大きかったのはカリフォルニアと日本だったんですね、はい、だから大学はカリフォルニアで日本語を勉強し始めたっていうのも、はい、そこはつながってます。でもね、もう周りのことは当然ね、 Google、Facebook、 いろんなものがね、それある中で、それででもね、やっぱりこう勉強してもやっぱり日本へっていう思いがあったんですね。いや、日本最高ですよね。いや、もうめちゃくちゃ嬉しいですね。いや、もう本当に生活、はい、世界一の国だと思ってます。まあ、それでこう日本にいらっしゃって、でぜひともというサービス、まあ、金融からさらにこう立ち上げられてる、ね、そうですね、金融も8年ぐらい、うん、行っていろんな、仕事をしてきました。で、娘が生まれたタイミングで育休を取って、やっぱりあの価値観少し変わったんですね、うん、結婚して引っ越しをして、うん、娘が生まれて何とかしないといけない、うん、じゃあ結婚式に呼ぶ出張カメラマンさんとか、うん、じゃあ DJ をどうやって決めるとか、はい、あのからまあ引っ越しをするときには、うん、じゃあここは工事をお願いしたいけどどうやってやるのか、うん、もうなんていう間に入ってコンシェルジュが入って下の、あの下請けの会社があって下請けの会社があってみたいなやり取りが多い中では、こういう非効率のこととか不公平なことも、うん、市場の中ではあったりはしていた中では、最初は消費者の気持ちだったんですね、はい、あの Amazon とか楽天で、はい、まあ、ワンクリックで物事が買える、うん、ことができたんですけど、ただしサービスはそう簡単にお願いできなかったんですね、うん、
じゃあハウスクリーニングお願いしたいのか、じゃあここの内装工事をお願いしたいのか、うん、パーソナルトレーナーお願いしたいとか、まあ、こういうサービスはもうワンクリックでお願いできることがなかったし、そもそも市場の相場はいくらなのかも分からなかったし、うんうん、誰が空いてて腕があって、うん、結局自分のネットワークとか知り合いの知り合い、あフリーランスやってますとか、うんうん、あこの会社分かりますとか、そういう口コミで広がって見つけることはあるんですけど、うん、もう非効率すぎて、最初はなので、消費者の気持ちで立ち上げたんですね。その非効率とか不公平を解消するために、ぜひともというサービスを作られて、このぜひともっていうのは、まあ、プロと依頼者をこう結ぶサービス、はい、そういうことですかね。はい、はい、おっしゃる通りです。で、せっかくサービスをもう世界一だと言える、うん、国なのに、うん、このに非効率に、いい仕事してる人たちがあんまりそこまで儲からないっていうのは、まあ、どう解決できるのか。で、さらにもう少しマクロの時点で見ると2つあって、うん、1つは、まあ、日本はもう製造業じゃなくてサービス業の国に、うん、の方が GDP 一番占めてるんですね。で、その中ではやっぱり日本は中小企業の国、うん、で日本の生産性は残念ながら G7 の中ではずっと最低、推移しているので、まあ、明確に言うともちろん社会の効率とか公平とかっていうことだけじゃなくて、うん、経済的に一番大きくインパクトすることが、うん、日本のサービス業の中小企業の生産性を上げること、うん、この市場を解決することができれば大きなインパクトを与えることができるじゃないかなっていう、はい、思いもありまして、でもう一つのマクロポイントとしては困ってるのが集客なんですね、うん、で日本の中小企業の一番の悩み事が集客になってる、はいはい、ここ数十年ぐらいなので、まあとりあえず集客のプラットフォームのためにオンラインで来ていただくっていうところで、まあ、ぜひとも始めてます。なので今は本当に消費者よりプロのためのプラットフォームだというふうに思って、開発して拡大します。ぜひともはローカルサービスっていう、はい、マーケットプレイスなんですけど、うん、ローカルサービスひょっとしたら聞き慣れてない言葉かもしれないですけど、ね、実際に電気工事をお願いしたいとか、プチリフォームをお願いしたいとか、うん、もしくはヨガの先生に来ていただきたいとか、うん、出張シェフ来ていただきたいとかっていう、まあ、実際リアルで出会って、やる、専門的なサービス、今、日本全国で47都道府県で600以上の職種、幅広く、はい、取り組んでおります。うーん、こう料理をお願いしたいとか、そう電気工事をお願いしたいって言ったら近くのプロの方が来てくださるっていう、そういったニュアンス。そうですね、まあ、自分で依頼を出して、はい、まあ、いくつかの質問を答えていただいて、でそれに自分のニーズに最もマッチするプロ最大5社を紹介をしますので、うん、まあ、そこで自分自由にチャットなり電話なり、うん、決めていただいて直接お願いする。私たちが間に入って手数料を取ることは一切ないので、一番 100% の金額を直接プロに支払うことができるし、一番自分のニーズに合ったプロというところを、プラットフォーム最大級なプロの数を登録いただいているので、はい、何か困った時には、はい、ぜひともご利用ください。本当に困った時誰にお願いしていいかってなるから、それ確かに便利ですね、はい、これぜひともって日本語のぜひともみたいな、そのニュアンスですか。ぜひともそうですね、もう、はい、ぜひともお願いしますと言いたくなるようなマッチングの体験を提供したくて、ぜひともお願いしますとプロにお願いすることもあるとしたら、プロとしてもあ、じゃあもうぜひともはい、利用してくださいっていう話にちょっと、はい、思いがありました。いろんなこういう、習い事とかウェルネスの、サービスもあるんですけど、会社の中では力も入れている、家周りのサービスですね。家周りそうですね。なのでここは、まあ修理も工事も、まあ、リフォームも、幅広く、まあ、家で何かやりたい時に、うん、はい、かなりぜひともでそこはいい体験を提供できるようになっています。ホームページちょっと拝見してたら、こう雪かきとか、はい、こうね、こう選定とか、そういうのもあるんですかね。はい、もう、はい、ほぼ全部引っ越しとか、はい、はい、引っ越しもありますし、引っ越した先にはここはちょっとリフォームしたいとか、はい、ここ直したいとか、ここ修理したいとかっていうところは、やっぱり誰が提供できるのかっていうところは、全然可視化されてない市場なので、市場可視化していく中では、はい、高いプロにはたくさん、はい、ビジネスを拡大できる、一石二鳥にできるかなと。でもね、オフラインの方が集客困ってるって、まさにね、こう植木の剪定だとか口コミではね、近所のお兄さんにとかおじさんにみたいなのが言えたとしても、確かにインターネットとかそんなにこうね活用できてる方とか、まあ、多くないのかなと思うんですけど、どうやってこう集客、そういったこうプラたちにプラットフォーム使ってもらうようになってるんですか。
かったとしては、まあ、登録、うん、まずあの本当に誰でも無料で登録いただくことができるんですね、うん、でいろんな自分がこういう職種で登録、うん、あのしてこういう見込み価格あのだったらあの対応できますっていうあのかなり細かく自分のプライスメニューもあれば登録するとか、うん、自分 の, あのブログだったり自分のホームページだったり、うんまあ、ホームページの代わりとして使っていただいているプロも、うん少なくはないですねで、もう少し積極的に集客したい方は有料会員になっていただいてそこはあのリードジェネレーションというビジネスモデルであの日本にまあ近い領域で言うとあの出会い系とかリクルーティングの媒体、うん、あのお金をかけてスカウトするとかっていうのは、はいあるんですけど私たちが間に入ってあのなんていう結局出会いには困ってる消費者も比較検討して決めたい、うん、ので比較検討はどういう UX を提供できるプロとしては、まあ、あの一回、まあ、あの現場あの、うん、行ってちょっとちゃんと商談をしたいですとかっていうのがあるのでそこのマッチングにはペインが結構あるんですけど、うん、仕事完了するまでもちろん商品化できるサービスもあるんですけどあの大半はやっぱりオフランで話して電話をして自由にやり取りすることはそこまでいったら、まあ、結構効率のいい話はできるんですけどそこまでが非効率だったので、うん、そのポイントだけをマネタイズするプロが提案するため、タイミングだけ、マネタイズすることが一番自然なクオリティフィルターになるので、うん、本当に自分がいい口コミを後でもらって、はいはい、もう本当に採用される自信のある、うんプロだったらお金かけてでも、提案する仕組みになってますね、うんうん、これでもね C2C とかスモール B2C ってやってるとどうしてもこうお願いしたクオリティに達してないとかこうミスマッチって起きがちかなと思うんですけどそういうのを解消するための何かこう方策とかってあるんですかそうですねまあ、もちろん口コミは、あるし口コミは非常にシーンを作るためには大事な、うんファクターなんですけど、うん、あの私たちのプラットフォームでは、まあ、このプロで丸投げっていうことではなく、うん、あの最大5社を比較検討できるようになってますね消費者として自分で比較検討して自分でプロフィール見て口コミを見てあじゃあこの方にお願いしますで私たちとしてはプロがお金をかけて提案するっていうのが、うん、その中で一番先ほど話したように自然なクオリティフィルターになってるので、うんうん、あの自分が対応できない仕事だったらお金をかけて広告を出さないんですよね、うんうんうんまあ、消費者は、まあ、5から10個ぐらい質問を答えて個人情報まで入れてる興味のある意味興味深くホットにリーチできるそしては、まあ、チラシを配るとか、はい、あの新聞に広告を載せるよりはかなりピンポイントにターゲットできるので、うん、本当にターゲットしたい興味深く本当にいい体験を提供できる自身があるところだけに書けるようになるので、うん、結構質の高い選択肢だけが消費者に戻ってくるしあのたくさんいるのであれば私たちも今まで貯めたデータの上で、うん、消費者は誰とエンゲージする可能性が一番高いのか、うん、でソーティングしてランキングしてそのサイドの5社を提供しているので結構あのビジネスモデル、うんこのモデルは一番、まあ、この市場、に、合ってるんじゃないかなと思いますね。広告を無駄に打つよりも効率は良さそうに感じるんですけど、それはもう一個一個やっぱり説得して登録してくださいみたいにお願いをしていったんですか。こうね、それだけ職種が多いとなかなかね、入ってもらうのも大変かなと思ったんですけど。やっぱり自分で集客することに、はい、まあ、慣れてない方も多かったりはするし、なのでやっぱりスキルはあるし、専門性はもうどこよりも高いだったとしても、はい、ずっと下請けだったら自分でどうやってあのマーケティングをして、はいはい、積極的に集客するとか自分でセールスしていくとかまたそれをどうやってオンラインでやるのか、うん、あじゃあうまく集客するためには、うんまあ、こういうあのプロフィールの写真はやっぱりあのワンちゃんじゃなくて自分の、うん、あの笑顔からこういうどういう提案文書だったりどういうふうに自分をアピールするとかっていうこと細かく一緒にサポートをして教育してあの伴走した上で成功体験した上では大体自分でやっていけるんですけど、うん、そこまでのノウハウというところは私たち積極的に取り組んでいます。なるほど、成功体験作ってあげるっていうのが大事なんですね。確かにね、これまで下請けだけでずっとやってると中抜きずっとされてて安いってことは分かってたとしても、まあ、値段は自分で決めなくていいしちょっと楽な部分っていうのがあるのが本当にね、こう提案書出してこう、ね、そこにこう、ね、応募だからって言ってこうちょっとお金乗っけるのが自分なんか損してる感じにこう、ね、思っちゃう人が、それが成功体験によってこれはやっぱり意味があるんだって分かってくるってことなんですね。 おっしゃる通りで、うん、あの最初はもう少しテクタッチでやれると思ってたら、はい、もう本当に最初はもう本当にもう1回分の提案だけでやれるとかっていう、はい、ふうにやってたんですけど、結局それで1回提案して、はい、口コミは何もない状態で、はい、まあ、あまり返事が来ないとか採用される、はい、ああこれは桜じゃないですか、ワークしてないんだっていうところで、いや
チラシを一人に配ったところで、はい、最初から全部破れるとか、うん、これはまあもちろんチラシ圧倒的に効果はいいと思うし、ターゲティング、はい、してるところではあるんですけど、うん、ちゃんとあの自分があの投資をした金額の、うん、まあ何十倍が返ってくるっていう成功体験までつなげていくっていうところは、ちょっとそこの賞金の投資が必要だし、うん、なので私たちとしても最初からかなり、うん、あの労力かけて一緒にあの成功体験を作りに行く、うん、ところをサポートする、反面、その最初の有料会員として使っていただけるところのハードルも少し、上げていますね。うん、いわゆるこうスキルのマッチングサービス、競合他社とかだと、やっぱりこう、ね、あの満足いくサービスが得られなかったとか、トラブルも、ね、たまに聞いたりしますけど、やっぱりスモール B2C でこうプロにお願いするっていうので、ちょっとそういったのは起きにくくもなってるんですか？そうですね、まあ、あのうちの多分ビジネスモデルだからこそっていう部分もあると思うんですけど、はい、あの何もやりたくない、決まった仕事だけ受けたいっていうところが、はい、あの逆に今の是非ともあんまり合ってないですね。あの、うん、少し努力しないといけない、まあ、努力する分、あの、そうですね、あの手数料がかからないし、はいはい、自分でその分あの下請けの、 あのなんていう必要性をなくしてやれるところもあるんですけど、そこも個性もあるので、うん、そこは頑張る方に関しては私たちとしては非常にどこよりもコスパよく集客できるプラットフォームとして、うん、はい、大きな価値を提供できるんじゃないかなと自信ありますね。もうプロがこれだけ増えてくると、また今度は消費者側、依頼したい側を増やしたいみたいなフェーズにもあるんですか？そうですね、まあ、ずっと、うん、あのもちろん両方伸ばしていかないといけないんですけど、はいはい、うん、この市場のボトルネックはどっちかというとプロだと思っていまして、はい、消費者はすぐにオンラインで検索をするんですね。私たちとしては最初から SEO に力を入れたのが、あのすぐにあのタウンページじゃなくてネットで検索してるけど、ネットで検索したところでは別にそのプロが出てくるわけではないですね。まあ、一番広告を出せる大手が出るかもしれないとか、そうですね、まあ、もしくは誰も出ないっていうロングテールのものもあるんですけど、まあ、そこはあのなので私たちとしてはまあ出るようになる、まあ、今はもう少しビジネス拡大してエコノミクスが成立するようになってから広告も出せる規模になってるんですけど、あの本当にあの、まあ、なんていうウィンウィン提供してないと、誰のためにはならないので、まあ、こういういい体験するあと依頼者の獲得のところも、増やしつつ、そのプロプロは一番この市場のボトルネックだと思うんですね。なるほど。で、全てのプロがすでにオンラインで、はい、全部の自分の、あの設定とか自分のビジネスの中身とかっていう、はい、まあ、ブラックボックスが可視化されているのであれば、うん、でもっともっとそこのいい体験をさらに提供できると思うので、うん、まあ、近いだけとか、ね、値段が安いだけとか、まあ、そういうことじゃない変数がたくさんあるわけですね。そうですね、はい、うん、なんていうパーソナルトレーナーは結局みんなあの筋トレじゃなくてダイエットしたいですとか厳しめなフィードバックがいいですとかっていうところがあると、はい、プロもそれに合わせたメニューも提供することもできるので、うん、やっぱりこの需要と供給は両方、うん、なんていうあんまりあの可視化されてないから非効率で動いてた部分があるので、本当に消費者のニーズに合ったソリューションを提供できるのがあのうちのプラットフォームで自由にまずできるんじゃないかなと。なるほど。同じフィットネス講師でも、もう気楽にダイエットで汗流せればいいみたいな方と、こうね、あの、ものすごい厳しく、こうトレーニング、ね、筋肉ムキムキになるようにって、どっちの能力が高い、どっちが本当のプロとかじゃなく、相性っていうところがやっぱりあるわけなんですね。そうですね。本当に何を求めてるのか。で、大体自分で、例えば、出張カメラマンの例に戻ると、はい、お願いしたことなければ、何をお願いすればいいかもわからないんですね。はいはい、そこは、なので、できるだけ、わかりやすい、あの、離脱しない程度の質問、一括して、まあ、どういう場所とか、あの、ここは何時間とか、それ相当か中なのか、うん、それでライティングが違うので、それを答えるのはストレスではないんですけど、うん、でもやっぱりそれを分かるとどういう機材が必要なのか、うん、何が対応できるのかっていうところも、変わってくるので、うん、今600種類ぐらいですか、プロは。はい、690です。やっぱりこの数っていうのは必要ですか？まあ、やっぱりあの全て提供できるっていうプラットフォームとしては、はいはい、あの一つ一つ結構ロンテールのものが多いので、うん、例えばじゃあ電気工事だけのプラットフォームとなったら、はい、電気工場のプラットフォーム日本全国でやるとしたら別に年何回かお願いするものではないし、単価はそこまで高いわけではないので、はい、あのそれはビジネスとしては結構やりづらいんですね。幅広く多くのプロが、いる中では共通の悩みとしては集客なので、私たちは間に入っあのオペレーション間に入ってないからこそ、そこの集客の部分だけには収録してあの質の高い体験を提供できる、質の高い動線あのプラットフォームの UX 含めて、作ることに、まあ、集中して拡大することは、まあ、ここまでの、はい、いや確かにね、電気工事をなんかね、電気が壊れたどうしようとかいう時にね、こう検索して出てきてこうプロにね、あ安くてこんないいサービスだって体験したら、また別の時にこうね、あのあ出張カメラマンとかあるのかなとかね、そういったこう探し方とか消費者側としてもやりそうですもんね。おっしゃる通り、じゃあ飛行しをしたからその後よくあるニーズは何なのかとか、はい、違うのをお願いしたとか、じゃあ結婚をしたとか、はい、まあ、自分のライフステージにあったサービスはそれぞれあるので、うん、そこはあの自分で、まあ、
タウンページの香り版って言ったら誤解されるかもしれないんですけど、うんうん、まあ、今の時代にあった点としては、そこはやっぱり電気工事だけのためのなんかサービスと、うん、あの水道工事だけのためのサービスとかのところは別々であるよりは、そこは全部あとスケールするからこそ、はい、そのに低コストで提供できる部分もあるので、いや、いろんな本当に要素が詰まってたなと思うんですけど、本当にこう C2C とかスモール B2C のサービスを伸ばす上で本当にこれだけは忘れちゃいけないなってい う, こう事業者としてのこう考え方っていうと何になりますかね。あ、でも、うん、結局消費者の課題を解決するっていうところなので、はい、うん、私が知る限りは、まあ、みんな集客これはめんどくさい、あれはめんどくさいってところあるかもしれないけど、結局現場調査して、うん、本当のニーズを理解して、うん、それで解決してあげたいっていう話よく聞くんですね。それはすごいいいことなんじゃないですか、はいはい、結局それが消費者 の, に課題を解決できたら、うん、ハッピーになるし、はい、プロもそれで評価されてハッピーになるので、うん、そこはどうやってそのつながりを作るかっていうところではあるので、まあ、自分がこういうサービス売りたいじゃなくて、よくある専門性の高いプロをよく本当に消費者の課題を解決してあげたい、うん、だからそういう商品化されてるものだけだと、じゃあ現場調査をして、あ、じゃあこれも壊れてる、 あれも課題ですとかっていう話は他のプラットフォームではできないんですね。アイデアを通さないといけないから、うちはまあ自由でやっぱり集客していく場面なので、まあ、一緒にどうやってクロスセールするとか、今まで の成功体験だったり、自分の履歴だったり、そういうライセンスだったり、まあ、あと口コミは非常に大事ですね。だから過去のお客さんはどういう体験っていうところはあると、まあ、安心感につながりますね。そういったこうユーザー調査でこうユーザーに寄り添ってあげて、その上でボトルネックをいろいろ解決してあげれば、ユーザーはどんどん増えていくってことなんですね、はい、で、あとスピードですね。そこもやっぱり数日後に返信をしたら、はい、消費者はもう忘れてるかもしれないし、違う方にお願いしてるかもしれないので、はい、それどれだけ早くやれる。なので今の AI でのマッチングというところも、まあ、リアルタイムで提案できるように、してるところもすごい、まあ、大きいポイントだったんですね。最初は都度都度中身を見て提案する形だったんですけど、今は事前にこういうような内容だったらこういう提案したいですっていうところは細かく設定することができるので、まあ、リアルタイムで提案するっていうところも、消費者はまあその後で返事が来たらどれだけ早く返信をしてクロージングしてやっていけるのか、はい、なるほど。いや、確かに雪かきお願いしたいとかね、こう探した時にスピードで早く来てくれるところにやっぱりお願いしたいとか、それはありますもんね、はい、すごい学ぶことのたくさん多い時間でした、はい、本当にちょっと僕も C2C サービス作る時にはちょっとまたお願いに行こうかなと。あ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。皆さんも、はい、参考になればと思います。本当に本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。